はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあまず最初この中国の話がね、今日は中国絡みのニュースがすごい多いんですよね。まあ記事、順番に見ていきますけども、例えばこの習近平国家主席のこの3期目この続投が確定したじゃないですか。でナンバー2を追い出してね、この前主席もなんか途中でこのとっ捕まえてこのね排除したみたいな、まあなんか裏があってね、そんな簡単な見たまんまの通りの話じゃなかったっていうことらしいんですけども、まあまあまあ、とりあえず習近平独裁、体制はより確実なものになったっていうのは確かですよね。でそのせいでこの中国株が急落して、このニューヨークに上場した中国企業10社の時価総額が習近平国家主席続投が決まった瞬間にもうなんか10兆円分、蒸発したなんてね、そんなことも起きたりとか、あとね、もうそんなもんじゃ済まなくて、この中国がね、今度この為替介入ですよね。この通貨防衛のために為替介入するんですけども、それでね、もう30兆円分のこのドルを喪失するとかね、いやこの外貨準備高が急速にこの減少してってるんですよ、中国がね。うん、でしかもね、まあ、当然これ財政赤字なんですけども、中国がね、今年1月から9月だけ、しかもあの中国が発表している数字だけで、143兆2000億円の財政赤字だから、多分ゼロ1個とか平気でごまかしてるよね。そんなもんじゃ済まないかな。で実際この、中国全土、まあ、28の都市で、2億700万人ぐらい貧困状態に陥ってるんだってさ。もうなんかもう今日明日飯食うのも不自由するような、そんな人が2億人ですよ。日本の人口よりはるかに多い数の貧民がその辺ほっつき歩いてるらしいんですよ。すごいですね。まあでももともと中国経済ってね、もう習近平国家主席とその近しい人たち、ね、この共産党のしかもその中でもごくごく一部上位の人たちが潤ってればあとどうでもいいっていう、そういう社会だもんね。うん、まあ花から、ね、10億人以上の、ね、その他大勢のあれなんだっけ、10何億人で2億人を食わしてるっていう、そういうピラミッドだったっけ確か。あれもっと今極端になってるんでしたっけね。うん、なんだったらもう10何億何千何百何十何万人で、ね、習近平国家主席一人を食わしてるみたいな、まあそんな学校にだんだん寄ってってるわけでしょ。うん、で、でそんな中国を見て、例えば、ね、日本のこの琉球新報、ね、なんとなく分かりますけども、中国との日本はね、中国との有事をこれ以上煽るんじゃねえよと。煽るも何も中国に攻め込まれてるんだけどな、日本は、ね、相変わらず琉球だよね。で今こそ平和のために習近平、国家主席と沖縄独自の自治体外交を、なもう正体隠さねえなこいつら。こういうさ、ね、なんて言うんだろう、反日メディアってさ、日本のメディアほぼほぼ全部反日メディアになっちゃうからな、まあ、なんかやっぱ取り締まるルール絶対必要だよね。うん、表現の自由とかさ、なんかこのそういう言論の自由とか、なんかそういう逸脱してるよ。だから何を言ってもやってもいいっていう、許されるってそういう話じゃないじゃないですか。なんかいつも言ってる、日本国内でやっぱこの反日発言とか行動はダメだよね、普通に。うん、国家反逆云々適用で厳しく処罰すべきなんだけどな。なんでそれやんないんだろうね。まあまあまあ、いつも通りのこの沖縄メディアのね、いつもの調子でしたね。もう完全にこの琉球として中国にこのね、丸ごと沖縄をこの売り飛ばそうとしてますからね。うん、で、しかもそれだけじゃないんですよ。この習近平国家主席3期目をね、岸田総理と茂木幹事長、で、ついでに、とある半島のあの国の、ユン大統領がね、祝電を送るんですよ。まあ、あの国の大統領は別にね、うん、なんか子供が親にね、おめでとうございますって言ってるんで何も不思議じゃないんですけども、日本の岸田総理と茂木幹事長もだからね、
いやさすがだな。まあどっちもあれだよね。岸田さんはほら広島の、ね、この中国友好団体のね、この幹部だか昆布だかだよね。茂木さんなんてもう言うに及ばずね、この元シェーシェー、ね、今もシェーシェーだろどうせ、うん、ここにぜひね林大臣もイムさんも加えてあげてほしかったんだけどな、うん、祝電打ってますよね、うん、まあ社交辞令なのかね、うん、外交上そういうお付き合いでね、あれなのかなんだか分かりませんけど、タイミングってあるじゃんね、うん、いや靖国参拝はさね、この徳川の連中の顔色を伺って見合わせるくせにさね、こっちは何、うん、売国ね、媚び中はね、うん、自流とか、ね、国民世論とかそういうのをね、自国民の目をね、うん、こういう時こそね、あの腹の中ではもう媚び中ね、媚び中三昧ならもうバレてっからしょうがないんだけどね、そういう時はこの日本国民のなんかこの顔色は一切気にせず、日本国民からの声は一切無視してね、平気でこの売国媚び中やらかすくせにさ、うん、なんなんこいつら本当マジで。でさらにね、恐ろしいのがね、今度企業の話なんですけど、ある中国企業が今なんか日本に上陸してきてね、もうやらかす準備をね、どん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 進めようとしてるんですよ。これ何かっていうと警備会社なんですけど、中国発のね。でこのただの警備会社じゃないんですよ。このウイグル弾圧システムを作っている、だからもうまさに、ね、まさにこの中国のこのウイグル自治区で、なんだろう、この先頭に立って、まあ、システムを作ってる。だからまあなんかそういうのウイグル弾圧のなんかこの総本山みたいな中国企業が日本に乗り込んでくるんですよね。これちなみにアメリカでは国家安全保障上のこの脅威、だからまあなんか日本でいう公安にマークされているような団体なんですよね、この中国企業が。アメリカではが日本に進出してきて、しかもテレ朝がもう大々的にね、中国のセキュリティは超優秀、世界一のセキュリティだって言って、あ、世界2位か、うん、中国セキュリティ会社が日本初上陸ってうえーってやってんですよ。最悪でしょ、うん、早いとこさ、誰か日本をさきっちりきれいに掃除しようよ一回なんだこの官民一体となって売国なんで誰もがこの日本を大事にしようとも思いもしないのかね。えあれなんだっけ、ふみきゅんが言ってたの、積極的にじゃないな、加速的にだっけ、あ違う、現実的に、検討を加速するって言ってたんだっけ、うん、ただの間抜けだよな、うん、普通に総理大臣にこの国家反逆罪をこの適用してこのぶち込んで始末してもらいたいってなかなかないよね、うん、まあ、今そういうねどうしようもない状況だってことですよね。やべえなこれ中国はもう本当やりやすいだろうね、今の日本攻略なんて楽勝だろ本当、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。